参りましょうか。はい、行きましょう。この後お送りするのは皆さん爆笑の渦で、爆笑大丈夫かなと心配でもあるんですがご紹介します。はい、さあ、ジュビロの選手は割とですね、真面目な選手が多いとも言われておりますが、そんな中でジュビロのお笑い担当、お笑い番長といえば皆さんご存知の、やはり際立っておりますけれども、あの金園選手がいるわけですよね。イエー、そして今年新加入の、はい、先ほども VTR で面白いことやってくれましたけれども、はい、松岡選手もなかなかのお笑いセンスがあるらしい。あ、そうなんですね。という噂を伺いました。そんなハードル上げたって大丈夫でしょうか。大丈夫です。自信持ってますからね。大丈夫かな。さあ、そんな金沢選手、そして松岡選手を、はい、もっともっとお笑いのセンスを磨きをね、かけていただこうということで、お笑いのプロにお笑いを伝授してもらいます。おーっと、本当ですか。さあ、行きますよ。じゃあ先生がいるわけですね。はい、さあ、その名も選手お笑い化大作戦。いいですよ。ここでいい、フリースタイルで。ここでいい、フリースタイル。いいですか。ここでいいですか。わかりました。ということでございまして、じゃあ自己紹介の方から、言っておきましょうか。私、どうも、前歯が折れたら差し歯もいいけど、私はあんたがいればいい、松竹芸能永田健一です。お願いいたします。本当にこれだけ言わせてください。私で申し訳ございません。本当にすいません。すいません。すいません。私なぜ呼ばれたかと言いますと、袋石出身だからです。すいません。よろしくお願いいたします。ございまして、今日は選手、お笑いが大作戦ということでございまして、この3人で漫才をやっていきたいと思いますので、自己紹介をお願いいたします。こんにちは。ミステル神戸から来ました。松岡亮介です。これこれこれ、どっちの自己紹介をして、自分の自己紹介言ってくださいよ。すいません。はい、ジュビロ磐田2年目の金園です。お願いします。お願いします。さあ、次の方、この方です。どうも、この度ミステル神戸から移籍してきました、走る機関車こと松岡亮介です。走る機関車ということでございまして、機関車走ってるんですけどね。そのままでございます。よろしくお願いします。ということでございまして、2時ぐらいに来まして、特に打ち合わせ全然してないところでよかった、今から頑張ってやっていかなきゃダメなんですけど、やっぱりですね、こうお笑いというからにはですね、変顔とかよくありますよね。だ、変顔ができないとお笑いかとは言えないと思う。できるからすごくできそうな感じ。松岡ちゃん、はい、すごくできそうな感じ。どうですか。あの、真ん中にカメラがあるというものでございますので、こっちでいいんですかね。このカメラに向かって、はい、真ん中のあの赤いのついてますね。あそこに向かって今から変顔をしていただきます。まあ、3、2、1、どうぞみたいな感じでやります。まず私、お手本いきます。はい、じゃあ、いきます。カメラさん、いきますよ。はい、いきます。3、2、1。全然受けてへんやん。ねえ、変わらへんやって。誰がもともとゴリラのバーみたいなことをね、やっていただきます、ね。はい、じゃあ、あちらのカメラに向かって、はい、真ん中のカメラに行っちゃっていいですか。すいません。いきますので、3、2、1で、行ってください。はい、やれや。こっちこっちでやる、3人でやる。じゃあ行きましょう。真ん中のカメラでございまして、変顔まで3、2、1、どうぞ。いや、面白いな。いや、俺より受けとかやない。俺より受けとかやない。すごい、これはいいですね。お笑い選手、そうなんです。じゃあ続きまして、松岡選手、真ん中のカメラに取っておきの行きます。取っておきのやつ、さっきできるかと言ってましたけど、取っておきのやつ行きましょう。真ん中のカメラに向かって変顔まで、はい、3、2、1。
変顔フェイルってね。あ、すいません、シュッとしたくださいもう一回だけやらせてください。もう一回2人でやります。2人で、はい、はい、すいません。じゃあ真ん中のカメラに向かいまして2人で変顔いきましょう。3、2、1、どうぞ。ボケの種類分からんの。シュッとちょっと目閉じてることなんだそれは。まあ変顔もそうなんですけども、やっぱりこうお笑いというからじゃツッコミができないとお笑いとは言えないことと言われてまして、今から皆さんには、はい、この配線を渡しますんで、ツッコんでいただきます。僕らが、はい、私がボケますので、それに対してツッコんで、なんちゅう顔してんねん。どこツッコんでんの。どこツッコんでんの。ボケてないんすよ。この辺の顔は変やで、一緒のテンション。やめなさい、笑ってるだけじゃん。なんかね、おもろい顔やな。ボケるからちょっとボケてないよ今。わかりました。今普通の状態です。すいません、ボケますから突っ込んでください。はい、はい、じゃあ渡します。はい、はい、じゃあわかりやすいボケいきます。どっちですか。こっちこっちちょうだい。じゃあボケますから突っ込んでください。いきますよ。いや1月で、こんだけ寒かったら8月になったらどんだけ寒いんでしょうね。ね、痛い痛い痛い。今のはちょっと強い。いや強い、ちょっと強いわ今の。ちょっと俺形変わってないですか。そもそもなんちゅう顔してんの。どこ突っ込んでんの。なんちゅう顔してんねん。ジョブみたいな突っ込みなんだよ。ちょっと今の強いよ。強いよ。ちょっと僕が変わりますわ。僕がやりました。いやー、明日は夏いですね。いや逆だろ。優しい優しい。こするってなんだよ。おい、すいません。そうやってね、ちゃんとやってください。ちゃんとやってください。いやー、緑で見せてください。いやでも今日はあの綺麗なお客さん多いですね。橋からベッピーさん、ベッピーさん一人飛ばしてベッピーさん。なんでどうしよう。ケンデル、ケンデル使って、使って。マスオがね、ガーゲンダー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 。僕歌が好きなんですけれどもね、世界嘘つけ。お二人の距離が、もう適当にやりますんでみたいな感じで言って
でやります。おお、はい、じゃあ、まあ、J リーガー兼お笑いもできそうじゃないですか。あ、まあ、サッカーやってお笑いやってもいいんじゃないかなって。どうでしょうか、そのところ。いいツッコミしてましたね。このエンパイアのくだりなんか裏に行ったんですけど50回くらいやってましたよ。俺エンパイアそのくだり何と思いながら聞いてましたじゃあ今シーズン割とねそのくだりは何回も聞きそうですね。じゃあヒーローインタビューとかでやっていただくエンパイア。そうね、じゃあしっかり同時に活躍してもらわないといけないですね。もちろんございます。楽しみにしておりますし、またそういうね面白いところをどん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 出していってくださいね。今年はプレーもお笑いも期待したらいいですか。